3月10日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて479円と18銭安 28,143 円97銭でした。トピックスは 39.51 ポイント安 2031.58 でした。プライム全体の 91% にあたる1673銘柄が下落しました。上昇したのは全体のわずか 6%、 125銘柄にとどまっています。ほぼ全面安というプライム市場でした。マザーズ指数が 14.15 ポイント、1.8% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均はこれまで怒涛の連騰で 28,500 円超え、去年の8月以来の高値圏まで一気に駒を進めましたけども、今日はさすがに日銀の決定会合、黒田総裁の最後の会合で何か不穏なサプライズがあるんではないかと、そうした見方もありました。朝方から売りで始まりまして、日銀黒田会合ですね、黒田日銀最後の会合としては、現行の金融政策を維持するという決定が出ました。それを受けても、特に買い戻される場面がなく、ずるずると下げ続けて、今日は 1.6% の下落となっています。窓を開けて下落、大きめの陰線を引いて引けました。今週の初め序盤あたりに結局逆戻りして終えたという週末となりました。黒田総裁最後の会合で、金融政策の現状維持が決まったというところで、今日は銀行株ですね、8306三菱 UFJ、もっとも黒田さん最後の会合でサプライズ的に何か引き締め的なことを決めるんではないかと、そうした期待感から買われていた面もありますから、現状維持ということで失望売りが出たようです。今まで今週上昇した分を吐き出すような売り、三菱 UFJ は60円と90銭安、6.1% の下落で引けています。またこちらは業績関連の材料ですね。9101日本郵船、中期経営計画発表していますけども、こちらが投資家としては、不満足というふうに取られたようです。今日は239円安 6.5% の下落でした。今日の東京市場、黒田総裁最後の会合とあって、何かサプライズであるんではないかという思惑から始まったところですが、金融政策の現状維持ということで、日経平均株価は最後まで戻せずに大きめの陰線を引いて引けました。以上、大引けの模様東証アラートからお伝えしました。